今回はですね、自分の動画を通して、護身術とか護身具に興味を持っていただいた方から時々質問ね受けたりするんですけども、ちょっとそんな簡単なねことを、これも知ってる方はもう今更なんですけども、ちょっとまた簡単に説明してみたいと思います。で、まずですね、護身術なんですけども、当然自分の身を守ることですよね。で、護身術っていうのは相手を倒すとかことじゃなくて、その危険なとこから、要は逃げることですよね。とにかくこれがまず第一です。ですから、要は護身を使うとか、体術使うっていう、何でもそうなんですけども、とにかく護身術の一番の目的っていうのは、その危険な状態から無事に逃げる。逃げるってことですね。別に相手を倒すこととかじゃなくて、相手の手を振りほどこうが、ちょっとポンと押しながらでも、その危機的な状況から逃げるってことですよね。で、当然その逃げることもそうなんですけども、例えば暗い夜道を一人で歩かないとか、あとよく事件が起きているようなとこは通らないようにするとか、あと深夜に一人で出歩かないとか、そういったごくごく一般的なことですよね。そういうのを避けるように、するっても当然護身術の一つになりますし、とにかく危険に近づかない。危険を察知したら、その危険からとにかく自分の身を、何ですかね、離す。とにかく危険な状態に陥る前に回避できれば一番いいんで、当然後ろから抱きつかれるとか、あと手首つかまれるとかっていうのは、どっちかというともうその2段階目になりますんで、できたらその第1段階目でもう回避ですよね。例えば口論にならないとか、喧嘩を買わない、当然喧嘩を売らない、それからこの前言ったように酒の席では気をつける、それから人とのその会話でも相手を怒らさないようにするとか、そういったのも立派な護身の一つなんで、とにかくそういったトラブルをとにかく起こさないようにするというのが、当然大事なことなんで、まずそれも第一ですよね。で、とかくね、護身術っていうと、例えば合気道とか少林寺拳法とか空手とか、そういったイメージがあって、やっぱりこの例えばよく本当にね、 YouTube で検索していただくと分かるんですけども、胸ぐらつかまれた時とか、手首つかまれた時とか、あと襲われた時どうしたらいいとかね、そういった動画いっぱいあるんですよ。でもそれね、実際ね、使えますかっていうことを考えたら、多分頭真っ白になっちゃって、実際そんなこと使えないような気がしますんでね。いや、実際そうだと思うんで、ですからとにかく逃げることは逃げるんですけども、そのできたらその前の段階でできるだけ回避するっていうのが、一番ベストはベストですんで、ですよね。で、たまたま今日自分もちょうど会社から帰る途中ですね、駅から降りて自宅に歩いてる時に、前から一人男性の方がね、来たんですよね。ちょうどね、多分散歩だったと思うんですけど、ちょうど後ろに手組んでたんですよね。だから自分とその距離が詰まってきた時に、自分で何気なくもう、こう、なんですかね、当然後ろも気をつけるんですけど、反対の方向へですね、行って普通にやり過ごすようにしたんですよね。当然すれ違いざまに襲われるっていう可能性もありますんで、そこまで考えすぎじゃないかっていうかもしれないですけども、やっぱり事前に回避ですよ。事前に回避です。当然、暗い夜道歩いてて、前方の方に、例えば真っ黒な格好、例えば明らかに何かのポケットに手を突っ込んでですね、男の人が例えば座ってたとするじゃないですか。そしたらそこの前を通るっていうのは危険ですよね、実際。だったらもう思い切って引き返すとか、あと道路の反対側を渡っていくとか、そういうのも、立派な護身術だと思いますんで。ですから、とにかく手首をつかまれる、胸ぐらつかまれる、
抱きつかれる、首絞められるっていうのはもうつまり第二段階目になってるんで、つまり第一段階目を通り越しちゃってるんで、とにかく第一段階目で収めるというのは多分護身術だと思います。まあなおかつそういうのが積み重なってきた時に初めて護身具のこういうのがサイリスペースが役に立つんですけども、とにかく第一段階目はとにかくね、事前警戒、事前察知して、とにかく危険を自分から呼び込まないようにする、これがまず第一ですね。ですから護身術に関してはとにかく制圧するとか、格闘技で何とかするとか、そういうことじゃないっていうことだけはちょっと覚えておいてほしいですね。あくまで逃げるためのああいう体術とか、そういった護身具の使用ってことになりますんで、決して相手を倒すことじゃないんで、とにかく安全に逃げることで、まあ、難しい部分もあるんですけども、襲撃してくる側の人間も傷つけない、これが一番ベストですよね。双方傷つかないというのがベストで、あとはまあ警察とかに任せるというのがベストですね。ですから護身術というのはとにかく自分の身を守る、でも自分の身を守るためにはとにかく危険を回避するということですね。まずそれが1です。ですから何か行動が起こっちゃって、実際そこで殴り合いになってしまったら、もうそれはもうそこで逃げたとしても、誤信としては成功したとしても、まあ、ちょっと失敗したってことですよね。要はもうなってしまったってことは、まあ、そういうことですね。ですから、まあ、改めてね、誤信術っていうのはとかく派手なことの方にね、目が行きがちなんですけども、とにかく危険を事前にいろいろ避ける、これが一番だと思います。もうそういうことです。で、あとね、よく聞かれるのはね、このサイレンスプレーで失明するんじゃないかってよく聞かれるんですよね。実験動画なんか見た方からね、よく失明しなかったですねとかね、いろいろ言われるんですけども、サイレンスプレーのね、失明はね、絶対ありません。これは言っときます。もし失明とかね、そういう危険があるって言ったら、前も言ったと思うんですけど、ベアスプレーです。それは対動物用のスプレーを使った場合は、ちょっと失明の危険があります。ですから一般的な人体に使うサイレンスプレーに関しては失明とかそういうところは一切ないです。非常に安全ですね。まあ、それで人体に使うサイレンスプレーは水性なんで、ですから水で洗い流したりとか涙出して、どうしても目に異物が入ると涙出ますんで、それですぐ中和してだいたい1時間ぐらいで収まっちゃいますんで、だから非常に安全ですね。だから非殺傷武器っていうのはそういうところです。ただベアスプレーっていうのは対動物っていうのは当然強力なんで、油性なんで、ちょっと一回ついたらなかなか落ちないんで、そういうのが目に入ると、まあ、失明する危険っていうのはやっぱあると思いますんで、ですからベアスプレーみたいな対動物のやつを人間に使うっていうのは、まあ、ちょっとご法度ですね、ということはちょっと覚えておいてください。それから次はスタンガンですね。ちょっとこれはまだ自分の動画の中ではスタンガンっていうのはやってないんですけども、とにかくね、スタンガンでまあ気絶とかね、失神するんじゃないかっていう方がいるんですけど、まあ、それはないです。それもないです。多分映画の見過ぎだなと思いますんで。で、まあ、電圧が例えば100万ボルトとかね、150万ボルトとか、少ないのになると5万ボルトとかね、そういうのピンから切りまであるんですけども、結局電圧って多分電圧イコール威力じゃないんですよね。電圧、要は100万ボルトとか150万ボルトっていうのは放電の方なんですよね。放電っていうことは、要は暗闇の中で例えばスイッチを押すとバチバチバチっと、まあ何ですか、威嚇、要は火花が出るんで、火花っていうかその電気の火花が出るんで、まあそれのための電圧ですよね。150万ボルトとか30万ボルトの威力っていうのはそういうことですね。ただそれを押し当てた時の人体に流れる電流っていうのは、またそれもピンからキリまであるんで、その電圧が高いから相手にすごい要は電流を流すっていうことではないんですよね。で、非常にスタンガンで安全なんで、要はスタンガンもね、要はね、ほとんど押し当てることの方が珍しいと思うんですよ。ほとんど放電させて、暗闇の中とかそういった目の前で威嚇の放電することによって相手が退散するってことですよね。まあそういうことですね。まあ、実際当てれば痛いんですけども、まあ気絶するとかね、失神してしまうってことは、まあこれはもうないんで非常に安全ですね。まあ、ちょっとね、電気を2つでこう
接触させるんで、まあ、ちょっと赤くなったりする程度なんですけど、まあ、そんな大したことじゃないんで、まあ、スタンガンっていうのはね、まあ、催涙スプレーについて本当にね安全なあの護身具ですねということですね。であともう一つがこれ素手でね刃物をさばけるっていう思ってる方ってね結構多いんですよね。だからこう格闘技とかね護身術習ったらこう相手がついてくる刃物とかそういうのをねさばけるとかねいうのはねこれはねちょっとこのねアクション映画のね見過ぎです。ねアクション映画ではね軽々こうドラマでもそうなんですけど刃物持った相手をこう簡単に制圧してますけども実際無理ですね。あそれはもう自分の動画でもやってますけど80歳の自分の親にですね包丁持たせたら自分踏み込めなかったですよ。はっきり言って空手やってますけど、でこういったこともその護身術に関してのこんな動画上げてても全く踏み込めなかったです。もうはっきりで無理ですね。そういうことです。ですから、まあ、素手で刃物をさばけるっていうのは無理なんでとにかくそれも逃げることですよ。その逃げるきっかけとしてこういったものが使えるってことですよね。そういったことででとにかく一はとにかく自分の身を守ることです。で逃げること、まあ、この逃げるっていうのもこれはまあ一人の場合ですよね。一人の場合はとにかく逃げてしまうと。ただまあ例えば恋人といるとか家族といるとか、まあ、大事な親友とかね友達、まあ、といる時にどうしてもね自分一人だったら逃げれるんだけどもその人を置いて逃げれないっていうこともあると思うんで、そういった時に初めて、まあ、こういったこれがまたこういったのが役に立ってくるってことですよね。でも一番いいのはそういう人がいる時もやっぱり最善のあれですよ、あのトラブルを起こさないようにとか、あの危険なルートに行かないとか危険な地域に行かないとか、当然そういうのはもう本当に一番目の大事なことなんで、とにかく一緒に行動してる時は、まあ、言動にも気をつけるし、まあ、とにかくトラブルを些細なトラブルを起こして大きな事件に発展させないようにするっていうのは当然ですよね。だからそれが とにかく護身術ですよ。まあ、とにかく第一段階目で全て収めてしまう、もうとにかくそれ以上のアホにはさせないっていうのが一番ですよね。でもそれをまた通り越してくる相手ってもいますんで、そういう時に初めてこういった護身具がまあ役に立ってきますね。まあ、当然体術もね役に立たないことはないです。ちょっとしたねトラブルとかそれだったらブロックしたりとかちょっと軽くフットワークでさばくこともできますけども、とにかくそうなる前に防ぐってことが一つ重要だと思ってください。でとにかく人と一緒に行動しているときは余計そうです。一人でいるとき以上にやっぱり気をつかなきゃいけないと思いますね。だから自分のやった行動で自分の大切な人に害が及んだら話にならないんで、だからそれはお互い気をつけるということですね。そういうことですね。まあ、とにかくよくある質問のことをちょっと今回まとめましたんで、まあ、まあこれ以外もいろいろあるんですけども、まあ、こういったね動画を通して興味持っていただいた方はまた改めてねそういう何ですかね、自分の行動とかね、ああいうことにちょっと気をつけていただきたいなと思いますね。今回は以上です。どうもありがとうございました。